南の水辺の学校どうですか。いやもういいですね。ちょっと今テンション上がってますよ。無料で開放してるとこだったらもうこんなもんなんかな、うん、なるほどな。ああ本当に見た通りや。ちょっと散らかってる。映像で見るとさ、ものすごく広く見えるんやけど、この辺りこのテーブル付近の雰囲気がもっと広いんかなと思ったけど、おめっちゃすごいな。閉じといて、もう体が下から潜り込んでったらいいんや。まあ、あ、それでもいけますね。あ、なるほど、その時の状況により、はい、ただこれ以上風が強くならんことを祈らんと。結構風出てきたな、ね、あのさ、感覚的にさ、うん、全然合ってなかった感覚ないよな。そうですよ、そうなんですよ。処置を見とったでさ、動きを見とるでさ、全然しばらく合ってなかったって感覚ないような。買い出し行きます。買い出し行く。腹減ってない？腹減ってます。餃子食いに行きましょう。餃子行こうか。どこでもいいです。もうあの僕の車で行ったらいいで、飲んでもええよ。もう一番おもてなししとこうかな。どうでしたか？良かったですか？いや、良かったです、はい、あ、喜んでもらえて良かったです。喜んでもらえて。あ、これこういうの見たことある。あ、そう、もうこれが一番あの座りやすいです。張りテンションとかも。あ、この辺の加減な。もうめちゃめちゃいいですよ。腰がこう楽に。まあね、キャンプ道具は高いのがいいんですよ、やっぱ評判良いです。ただいま準備中。この車内借りて、この後夜8時からライブ配信をやります。バックホルダーは突っ込んだ方がええの？これね、これは突っ込んでもいいですよ。突っ込んでええの？突っ込んでええの？スカスカやった。ええ音がしたな。あれを見るとバックトゥザフューチャーを思い出すのはもうおっさんなんかな。どうですか、プルトニウム持ってくるやつ。あ、あの上から重物やつですよね。そうそう、あれつい見てしまう、思い出してしまう。ワーゲンバス見ると、はい、今日お土産。何ですか？お土産、これ。え？はい。そう、これはコンビニ行ったもんでつい買ってしまった。あ、いいですね。うん、あのネタになりそうなのが他に選択肢がなかった。ちょっとそれごとあげる、これごとあげる。え、マジですか？うん、え？これごとあげる。まあ家にあったやつ持ってきただけやけど。いや、これ。これね、これは。これ僕持ってな、あ、これ買ってなかったですよ。それでさ、俺さ、なぜか知らんけどさ、はい、買っとったんさ。でも、でも使わんのさ。それで、今度あったらあげようと思って。うわ、嬉しい。うん、あのスキレットやで、当然シーズニングしてなんたらして、はい、っていうやつやんか、はい、全然してないさ。一回開けたかなんかで、本棚にペロンと。なんかさ、人が買ったの見てさ、つい買ってしまったけど、俺いらんやんと思って。これでも、お、一人用のアヒージョとかにいいですよ。使い道ありそう。はい、あの、ここにオリーブオイルとね、ニンニクとね、ちょっとあの、ああタコとか入れて、はい、ちょこっとつまみにする。ちょこ、ほんまね、ちょっとですね。こんだけやったら、あのアヒージョって全部油なんで。ああ、いいっすね、これ。喜んでもらえる。ありがとうございます。いや、この付録は買ってなかったですね。あ、結構ね、付録は買ってたんですけど。寒くなってきたよな、焚き火な。いつも怒られます。このコカ・コーラの缶は何なの？これはね、東京行った時に買ったんですよ。あの家からほぼ出られない、家の周辺だけや。でもね、徐々にこう自分のエリアは広げてるみたいで、はい、いいですね。あ、ごめんなさい。ライブの準備中です。ディレクター付きです。こんな量は、まあ、
ちょっとずつ入れましょうか。あ、そういうこともできる。はい、うん、じゃあここ開けようか。最近ちょっとみんな見てくれてるんであれですけど、見てくれてない時はちょっとね、結構あの今年に入ってから数字増えとるよな。あ、そうです。去年のはさ、ほぼ3桁やったやん。全部キャンプネタは強いな、やっぱりキャンプネタ、キャンピングカーネタは強いな。今から乗り換えようかな。今から取り焼きます。これめっちゃええ匂いしとるやん、すでに。あ、めっちゃええ匂い。ちょっと僕の身近にもバナコ乗っとる人おるけどな。ねえあれは面白かったですよ。ブラタモリ見たばっかりだけど行きたいな。あっこも行きたかったんですよ、あの断層も。昔一回だけ行って、あの時はそんなに感じてなかったんですけど、あれ見てからも。あれ見るとさ、なんかさ、あ、タモさんがここ来て言っとった場所やと思うとめっちゃ楽しい。イザナギ神社行ったんですよ、うん、で、あそこ行ったんですよ、うん、普段ね、結構人おって、おじいちゃんおばあちゃんの団体が来てて、うん、でもうすごい動いて、これは村田森なんだかんだって言ってるんですけど、もうこれもう、もう早くどっか行ってくれんかな。大阪ではこういうのないの？ないんですよ、全然。鳥のね、味噌で食べるっていうのはあんまり。三重県なんやろか。三重県です。ここへ入れたらいいのかな。ああ、全然いいですよ。あの落ちないですから大丈夫ですよ。落ちないですから信用してください。大丈夫かな、俺の足の上落ちるってことない。信用してください。大桑の跡地は今もうローソンになってる。あ、そうなんですか、うん、あの敷地そのまんまローソン。そんな広いですか。ほいで、あっこが今のイオンがジャスコやったんですよ。ジャスコやな、はい、ジャスコの頃な、はい、ジャスコの時は綺麗かったですね。あの辺うろうろしましたからね。ずっとザリガニとかクワガタ取りにも走り回って、もあの捜索願い出されましたから。ドライブ配信2分前。2分前、もう2分カウントしたよ。2分カウントダウンしてきたよ。あ、もうあと1分ですよ、はい、こんばんは。映ってますか。あ、出ました出ました出ました、はい。あ、これや。分かった分かった。こんばんは。音声画像 OK、 ありがとうございます。音声も良かった、ね、ライブ配信無事終わりました。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。お手伝いありがとうございました。じゃあ次回お手伝いするんで。これぐらい、このスマホで十分やれるっていうのは十分分かったよな。ああ、そうですね、うん、結構なあの途切れることなかったですし。意外に疲れたな。疲れますね、ずっと喋りっぱなしですもんね。はい、ここに行った。